それでは、今日の第3回の確率論の講義を始めたいと思います。で、前回はお話をしたのは、確率というものはどういうものかということをお話をしました。で、記号で書けば、これが、事象 E の、確率ですよね。それで前回お話をしたのは、この P というこの実数値集合関数がどういうふうな性質を持っているようなものとして、約束されれば、それが確率として、我々はこれから考えていくことができるかというお話をいたしました。で、これに対して3つの公理を、考えたというところを、覚えていていただけると思います。で、今日はですね、1.4 節ですが、条件付き確率それで記号としましては、こういうふうな記号を使うもの、これを今日お話をします。それでですね、確率というものだけでも、十分面倒くさいのに、条件付き確率という条件付きというまたさらに厄介な名前がついているというのが、嫌だなというふうに思われるかもしれない。で、条件付き確率というのがあまり好きではない人も実は多いはずです。で、ただし、すでにある程度の知識を持っておられる方であればという意味ですよ。で、もしもですね、まだ条件付き確率ということについてそれほどよく知らないという方がおられたら、そういうふうなイメージは持たなくても済むようにお話をしたいと思います。で、むしろどちらかというと、確率を計算するのはちょっと面倒ですけども、条件付き確率を計算するのは簡単だということを理解していただきたいというふうに思っています。で、そういう意味で今日特にこの5時間目ですね、5時間目には条件付き確率、この時間が終わる頃には条件付き確率というのはそんなに難しいものではないということを理解していただく、これが目的です。で、どういうところでこの条件付き確率が役に立つのか、これがあることによって我々はどういうふうに、楽になるのか、ものを考える上でですね、どういうふうに楽になるのか、このあたりを、理解していただけるようにお話をしたいと思います。で、それでは問題の設定のところを、ちょっと読んでみたいと思います。13ページです。読みますよ、冒頭から。で、赤のサイコロと、黒のサイコロ、これはいずれも正しく作られたサイコロであるというふうにいたします。で、この2つの、サイコロ、これを区別ができるサイコロだと、そういうふうな普通は区別ができるサイコロというふうな今言い方しますけども、分かりやすくするために色をつけて、お話をしています。で、それらの目の和がですね、6になれば勝つ、そういうふうなゲームがあります。で、赤と黒のサイコロの目をそれぞれ D の1で D の2というふうにしましょうと。で、そうしますとですね、この2つの目の和が6になるというふうに、設定されたゲームで我々が勝つことができる確率はいくらかと、ということですね。で、赤と黒の、2つのサイコロの目をですね、こういうふうな順番をつけて、表現することにします。つまり D の1と D の2というのはこういうふうな順番で我々は、記述していくというふうにいたしましょう。で、そうしますと、このゲームに勝つというのは、これはどういうことかというと、D の1と D の2を足せば6になる、こういうふうな状況です。で、そうしますと、サイコロはそれぞれですね、1から6までの目が出ます。で、赤も黒も1から6までの目が出ます。
で、その時に、足して6になるような、組み合わせというのはどういうものがあるかというのを考えてみれば、この D の1と D の2のこの組はですね、ここに、こちらに書くもののうちのどれかであるという状況が出てくるはずです。で、例えば1つ目が1だとすると、2つ目は5であると。で、2と、4、3と3、4と2、5と1。で、これから分かりのように、36通りの目の出方というのはあるはずなのですけれども、足して6になるというのは、ここに書いた、1つ2つ3つ4つ5つ、この5つの、場合しかない。で、そうしますと、このゲームに勝つ確率は36通りの、均等な確からしさで、起こる結果のうち、ここに書いた5つのものでしかありえないということですから、勝つ確率は36分の5であると。よろしいですよね。ここは分かれですね。ですから、ゲームに勝つ確率は、今お話をした通り、こういうふうに36分の5であるということが、簡単に分かります。さて、それでですね、こういうような、本来36分の5でしか勝つことができないような、ゲームがあるわけですが、今我々がですね、このゲームに参加するということにしたとします。で、例えば私がですね、この赤と黒のサイコロを、投げましたと。で、ちょっと緊張したので、このテーブルの上でサイコロがとどまることができずにですね、サイコロがテーブルの上から下に落ちてしまいましたと。で、どっかへコロコロっと転げていって、私には見えない。だけど、その近くにいる人がですね、この赤の方のサイコロには4という目が出ていますというふうに親切に教えてくれたと。で、そうすると、赤の目が4だという情報が今我々の手の、に入ってきたわけです。すなわち D の1が4であると、こういうふうな新しい情報が入ったんですけども、この情報はですね、私がゲームに勝つのに有利だな状況になったのか、あるいは不利な状況になったのか、どっちを指してるんでしょうかということを考えてみてほしいということです。ですから、例えば36分の5で勝つゲームであれば、私は参加するというつもりで一応このゲームに参加していますけども、途中でですね、一つこういうふうなタイプの新しい情報が入ってきました。で、もしこの情報によって私が不利になるというふうに感じるんだったら、ゲームに参加するのを途中でやめてもいいと。で、そうすると、もしも負けてもですね、被害は最小限でとどめておくことができる。ですから、もう一回チャンスをあげますから、参加しますか、そのまま続けますか、あるいはもうやめますかということを判断していただいて結構ですというふうに言われたときに、この赤は4ですというようなことを聞いたときに、継続するというふうに決断した方が得か、やめますというふうに決断した方が得か、どちらだと。こういうふうに我々の日常の中ではですね、情報が入ってくるたびに、我々は今までの意思決定の内容をそれでいいのかどうかを検討すると、そういうような状況というのがよく出てきます。で、その典型的な一番簡単なケースを今お話をしているわけですね。さて、それで皆さんはどう思いますかと。赤は4ですという結果が出たと。で、このままこのゲームにですね、参加し続けていた方が得か、あるいはやめた方がいいかというのを皆さんちょっと直感で考えてみてください。このまま36分の5の確率であっても、私は参加するというふうに決めたゲームであれば、赤が4だという情報が得られたときに、このまま参加し続けるという人どのぐらいおられます？手を挙げてみていただける。はい、絶対やめた方がいいという人どのぐらいおられる？
おられない。で、じゃあ、大体皆さん答えお分かりのようですね。で、赤が4だというのは、実は我々にとって有利な状況であるということを示しています。で、それどういうところでこの有利であるというふうに判断することができるのかということを考えています。で、そうすると、この今ここに書いたのは D の1が4だということを意味しています。そうすると、この例えばカーテンの向こう側でこの2つのサイコロがある、まあ、転がっているとしますよね。そうするとカーテンの向こう側で起こっている状況というのは何か、向こう、これはどういうものかというと、赤は4、これもう絶対事実ですよね。で、2つ目が、黒の方が1かもしれない。で、あるいは2かもしれない。で、3、4、5、6。これしかありえない。この今ここに書いた、6つ。これのうちのどれかがカーテンの向こう側で起こっている今現実に起こっている世界です。で、これのうちのどれか一つが、実際に起こっているわけですね。ですから起こりうるものはこの、6通りしかない。で、その中で我々が、ゲームに勝つというのはこれが出た時であると。そうするとこの時にゲームに勝つ、ゲームに勝つ確率というのは6通りしかないものの中の一つ、特定の一つ、これが起これば良いわけですが、6分の1です。で、当然6分の1と36分の5はどちらが大きいかというと6分の1の方が大きい、つまり36分の6ですから、こちらの方が大きいですから、この赤が4ですというふうに言われたら絶対このゲームをやめてはいけない。絶対強気でそのまま進まないといけない。で、これが合理的な意思決定です。よろしいですよね。で、そうするとですね、次の、考えていただくのは、起こりうる世界が、どういうふうに違ってきているのかというのを考えていただきたいと思います。今ここで、元の状況でですね、2つのサイコロを投げるというふうに言っていました。で、この際に起こりうる世界、まあ起こりうる結果、これは、全部集めるとどういうことになるかというと、まあ起こりうる結果を全部集めてきたもの、これを標本空間というふうに、まあ、呼んできたわけです。で、標本空間というのを我々はオメガというふうに書きましょうというふうに約束してきました。で、そうするとオメガというのはどんなふうに書けるのかというと、これは1の1、1の2というところから始まって、で、その次2の1、2の2っていうのがずっと来ましてですね、最後に、まあ、ちょっと書いておきましょうか。2の1、2の2こういうふうに来て、最後に6と6、これで終わるわけですね。36個の点がこのオメガの点になっています。で、起こりうるのはこのうちのどれであっても構わない状況で我々は2個のサイコロを投げています。で、オメガが、ここで言っている標本空間です。では、このオメガに該当するものは今こちらではどうなっているのかというのを見てください。赤は4ですというふうに言われてしまいました。ですから赤が4なんですから、赤が3ということも起こりえない、もはや起こりえない。赤が2であるというケースも絶対に起こりえないというふうにすると、この赤が4というのを、満たしているようなこの6つの点、これしか実は もはや起こりえないということです。そうすると我々は赤が4だということを
聞いた時点で、これを聞いた時点で、新しい標本空間はこれだと。これが新しい標本空間になっています。赤が読んだと聞いた時点で、我々は元の標本空間を忘れる必要があります。新しい標本空間を、頭に描く必要がある。それがここで言ってるものであれば、この4の1から始まって4の6で終わる、この6つの点からなるもの、これが新しい標本空間です。で、このうちのどれか一つだけが起こると、まあ、そういうふうな形になっているということですね。で、そういうふうに標本空間が情報が与えられるたびに変わっていくと、これをよく覚えておいていただきたいと、よく理解しておいていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。それでちょっとここを、ここになんかスペースがありますよね。当然これ何かを書こうとしているわけです。で、ゲームに勝つ確率というのを36分の5というふうに言っていますけど、これは何の、情報もないまま、サイコロを振っているというような状況です。で、ところが今ここで、ゲームに勝つというふうに言ったのは、もうすでに、1つ目の赤いサイコロには4が出ているという、その、条件がついてしまっています。ですからそれ以外のものはありえないということで、この、これから考える確率は今から、書くように、こういうふうに、大きな長い縦の棒を1本引いていただいて、この D の1は4であると、この後ろにこう書いてください。そうするとここの部分が条件を表しています。後ろの人を読めますかね。ここに棒を引いて、ここに D の1が4だというふうに書いていますけど、これが条件です。で、そういう意味で条件付きで計算する確率なので、条件付き確率と、こういうふうな言い方をしています。よろしいでしょうか。ですから、もともと考えてきたものと、違うところは、新しい情報が入っていると。その情報を使って我々は確率を計算しましょうと。で、その新しい情報を、使っているというところで、当然標本空間が変わりますと、まあ、そういうようなところを、理解をしていただく必要があると思います。で、このことをですね、例えばもう少し記号を使って書きますと、こんなことになるんですね。例えば E という事象をどういうふうに定義するかというと、これは2つの、サイコロの目の和が6であると。これが、E という事象である。そうすると E が起こる確率が、我々が、ゲームに勝つ確率だと、というふうに言うわけです。で、もう一つ F というのを、書きます。で、F というのは一つ目のサイコロが、4という目が出ているということです。D の1が4であると。で、こういうふうな事象であると。で、こういうふうに書きますと、ちょうどここに書いたこの確率をですね、そのまま読み替えて、記号を使って、読み替えていただくと、こういうふうに見えると思います。ゲームに勝つ確率なんですけど、目の和が、6になるのがゲームに勝つという意味なんですが、それは F という条件、つまり D の1が4であるという条件を満たした状況で考えていただきたいと。まあ、こういうふうな形です。で、これが、6分の1だと。まあ、こういうふうに書いていただければよろしいということです。で、これのことを、F が起こったという条件の下での E の確率と、あるいは、もう少し長ったらしくなりますけど、この13ページに書いてありますが、下から、5行目かな、事象 F が
起こったという条件の下での事象 E の条件付き確率と、こういう言い方をします。よろしいですね。でちなみにこれ条件付き確率というふうに言っておりますように、条件はついてるけど、条件がつけた元での計算される確率ですから、ここに名前がついていますけど、やっぱりこの条件付き確率は確率としての性質は持っています。でつまり、前回お話をした3つの公理で、あの3つの公理は、必ずこの条件付き確率のに対しても満足されている。で実際にそれはですね、16ページの、問いの5に書いておきました。でちょっと飛びますけど、問いの5をちょっとご覧いただきますと、条件付き確率は確率の公理を満たすと、これを証明することはできます。で一度皆さん練習のためにこれやってみられたらよろしいかと思います。それでこの条件付き確率は確率の公理を満たすということを、まあ、言葉の遊びのように聞こえるかもしれませんが、条件付き確率は確率であるという言い方をします。まあ そういうふうな、ちょっとなんて言いますかね、一見ひょうきんな表現に聞こえるかもしれませんが、これは非常に重要なものであります。でさてそれで今ここでお話をしたのをですね、このサイコロの例を使って、もう少し、直感的な説明をしておきたいと思いますが、サイコロを投げる。でその投げた結果、36通りの、結果が得られると、1と1が出るところから6と6が出るところまで36通りの結果が出られる。で得られる。でそれを全部集めて、オメガというものに表します。そうするとオメガの中には36個の点が入っていると。いうふうに思ってください。でその中でですね、まあ、この辺にしましょうか。ここに E というものを考えます。でこの E というのが、これが D の1と D の2を足せば6になると、これを満たすような点、D の1、D の2の集合だと、と思っていただきます。で、そうすると一番向こうに書いた36分の5というのはゲームに勝つ確率、つまり D の1と D の2足したら6になるという確率です。で、前からお話をしているように、確率というのは、この標本空間全体に対して1という面積を与えています。で、その中でこの E という面積はその1という面積の何パーセントを占めているのか、これが確率でした。で、したがってこのオメガという面積の中の、この E の占めている面積、あるいは言い方変えればオメガという点の中に、失礼、オメガという、図形の中に含まれている点の数、36個と言ってましたね。D の1と D の2、こういうような形で書かれたこの点の点が何個あるのか、その中でこの E の中に含まれている点は何個あるのか、その比率で数えてみるとこの中には5個しかないと、で全体は36個あると、そういう意味で36分の5というような計算の仕方をしました。でこれが比率でしたね。でそれもちょっと書いておきましょうか。で直感的には E の確率というのは、ここにですね、カーディナリティというのを表すちょっと記号をちょっと使います。カーディナリティというふうに言っていますが、ここになんかちょっと邪魔だな、カーディナリティというのは、何個点を持っているのかというふうに、考えていただければいいです。つまりオメガの中には何個点があるのかという、その点の個数を数える記号であるというふうに思ってください。でそうすると、あ違う、これ分母と分子違いますね。
36個の中で E という図形の中に含まれている点の数、これがこの比率が、E の起こる確率だと、36個に対してこっちは5個だと、まあ、そういう意味ですよね。でその条件付け確率の方をお話をしましょう。で赤いサイコロにですね4の目が出ているというのを当然このオメガの中に、含まれている、図形ですので、ここに F というのを、書いたとします。でこれが D の1が4だという性質を満たしている点を集めてきたものです。で当然この F の中には6個の点が含まれています。4の1から4の6までの6個の点が含まれています。でそうすると我々はですね、先ほどお話をしたようにカーテンの向こう側の世界ではこれだけしか現実に起こりえないものだと。で外この F の外側は決して起こりえない、実際には絶対に起こってはいないはずの世界であると。ですからこの F の中だけを考えればよいと、というふうに先ほどから話をしてました。それで F の中でしかも足して6になるようなというふうに言うと、この今黄色でハッチングをつけたところ、これが赤のサイコロが4の目が出ていて、しかも赤と黒のサイコロの目の輪を足すと6になると、まさにゲームに勝つ状態がこの黄色で書かれています。で当然この黄色はですね E であってかつ F であるというふうに表現することができます。そうしますと赤のサイコロが4だということが分かっている状況で、この黄色が起こる確率はって言われるとどう書けばよいのかっていうと、これは今お話をしたように実際には F が起こっていますと。でその中で E が起こる確率ですよね。でそうするとこれは今お話をしたように点の数でいきますとカーディナリティの F、 この中に一体何個含まれているのか、6個でした。その中でここに含まれている個数は何個だったのか、つまりこれはカーディナリティで E でありかつ F であると、こういうものを計算したということになります。よろしいね。でそうするとこれとこれを結びつけることが当然できるようになります。この点の個数で今考えてきましたけども、今この分母はですねカーディナリティの F で、分子はカーディナリティの E と F のユニオン、あ失礼、インターセクションで、これをですね、ちょっと工夫しますとこの分母分子を同じ数で割っても、この分数の値は変わりませんよね。でそこでねこれで割るんですよ。カーディナリティのオメガで分母分子を全部割ってしまいます。こういうふうにします。でそうすると何が出てくるでしょうか。このこちらの方の分子見てください。この E かつ F という黄色で書かれた部分の中に何個の点が含まれているかと。でそれを標本空間全体で、に含まれている点の数で割っています。ということはここで現れている、値はですね何が出てくるかというと、これ邪魔ですね、E かつ F、 ちょっと字がちっちゃくなりましたがE かつ F であるという確率が計算できています。つまりこれ全体から見れば36個の点のうちにここは1つしかないわけです。ですから36分の1の起こっている確率で、同じように考えていただくとこれは全体オメガを1として見たときにこの F は何パーセントを占めているのかということを言っています。でこれはまさに F の確率を言っています。わかりますね。ですからこれが実は大事な性質です。
で、つまり今やったことをもう一回、こちらにまとめていくと、今ここに書いた公式が出てきます。これは点の数を数えた、やり方で、その、36の点の中に対して今考えている事象がですね、例えば E だったら5個の点が含まれている。そうするとそれは E が起こる確率は36分の5であると、こういうふうに点の比率でやっています。で、そういうふうな考え方をすると、 F が起こっているという状況の下で、E が起こるというのは、赤で書かれた図形の中でこの黄色でハッチングをつけた部分が何パーセントを占めているか、でそうすると F そのものがオメガの中で何パーセントの領域を占めているかというのがこれですね。で、一方こちらはオメガ全体の中で E かつ F というのが何パーセントの領域を占めているのかというふうに考え直すことができると。で、そこからこの式が出てきました。よろしいですね。ですからこれはですね、条件付き確率をこういうふうにして計算することができますというようなことを表している式になります。よろしい。で、その次です。で、これをですね、今例えば、サイコロのケースのような場合だったら証明することができたんですね。この点の個数で、ね、証明することがで、この式は証明することができました。で、ところが今の使った論法というのはですね、これオメガにしましても、E にしても F にしてもこの中に含まれている点の数は有限であるということで、ようやく成立している式です。ですから今、これから我々が考えようとしているのは、標本空間の中に、数えることができないような多くの点があるというケースを、扱わざるを得ない。つまり無限大と呼ばれているような、数を含んでいるような集合も当然扱わないといけない。そうすると今の論法を使えない。で、どうするのかというと、そこはこれをですね、こういうふうにするんです。これも定義にしましょうと。定義にしてしまいましょうと。ですからどんな集合をこれから議論しても良いんですが、確率を議論することができるようなものであれば、 F が起こったという状況の下で E が起こる条件付き確率はこの式で定義しましょうと、これ約束にします。で、この場合の特殊なケースはきちんとそれを証明することができます。ですから、考え方というのはですね、何でも定義したらいいというものではなくて、その定義はですね、何らかの合理性がなければならないと。で、その合理性はどこに求めているのかというと、ある特殊なケースの場合にはこれを証明することができる。つまりこれは、非常に、真っ当な議論で出すことができるものであるということが分かっている。そういうようなものを、改めて定義として、考えていきましょうと。で、つまりその、今お話をしたような点の数で議論するといった分かりやすい説明でできるケースはこれで簡単に終わってしまうんですけども、そうでないケースに対しても我々これから議論しようと思ったら、こちらに書いた論法は使えないんだけど、出てきた結果とから類推してこういうふうな定義にしておくと非常に便利であろうと。そういうような考え方をするというふうに思っていただければよろしいかと思います。ですから、これからは、一応条件付き確率というのを考えるときは、その E であるとか F であるとかいうのは有限の点しか含まないというものではないので、全て我々はこの式から出発するということにしておきます。ですからしばらくの間は皆さんは、例えば、F が与えられた元での E の条件付き確率とこういう記号を見たら、直ちにこちらでこれの右辺で置き換えるというような操作をしていただくと。
そういうふうな考え方をしばらくはしていただくというのがよろしいかと思います。よろしいでしょうか。さて、それではですね、実際に、今ここに、簡単な例は、やりましたけども、やってみましたけども、情報が与えられると、その情報を使うとですね、それまで情報を使わなかった場合に比べて確率の値が変わるということをもうちょっと実感していただくというのがよろしいかと思います。それで問いの1をご覧いただきたいと思います。で、問いの1です。ある家庭には、2人の子供がいます。で、そこでですね、男女の出生率は等しいというふうに仮定してくださいと。ですから、新しい子供が生まれるというときは、男の子であるか女の子であるかというのはちょうど2分の1ずつの確率で決まって、非常にランダムに決まると、そういうような状況を設定いたしましょうと。そのときに、以下の問いに答えてくださいというものです。で、1つ目です。2人とも男の子であるという確率はいくらかと。こういうことですね。で、問題見ていきますね。で、2つ目、1人は男の子であると分かったとすると、その情報が与えられたもとで2人とも男の子である確率はいくらかと。で、3番目になると、年長の子が男の子であるということが分かっていると、その時に2人とも男の子である確率はいくらかと。ですから、求めたいのは、結局は2人とも男の子である確率はいくらかというのを求めたいのですけども、1番目はそれ以上の何の情報もありません。で、2つ目は、1人は男の子であるということが分かっていますと。そういう情報を使って計算してくださいと。で、3番目は、その年長の子が男の子であるということが分かっていますと。その時にはどうなるでしょうかと。こういうふうに与えられた情報によって答えが違うというところを実感していただくということです。で、直感的に多分皆さん答えられると思いますが、2人とも男の子である確率は4分の1であると私が言ったときに、それは正しいと思えるでしょうか。正しいと思いますか。思いますよね。時々嘘を言いますけどね、意図的に嘘を言うかもしれませんが、ね、大丈夫ですね。で、実際にやってみましょうと。問いの1ですね。で、ここで書くのは、1人目年長の子で、こちらは年少どっちだった、少ないですかね、小さいですかね、どっちだった、ちょっと忘れてしまいました。どちらでしょう。ちょっと間違ってたら、ちょっと後で皆さん直しておいてください。で、年長と年少の子、こういうふうに書いたとします。それで、男の子というのを例えば B で書きます。で、女の子の方は G で書きます。これはよろしいよね。で、そうしますと、2人とも男の子であるとというのは、2人とも男の子ですから、1人目が、年長の子が男の子であって、2人目、年少の子も男の子である。これの確率は4分の1だと先ほど申し上げました。で、この時の標本空間は一体何でしょうかと。この時の標本空間は これですよね。 BB、 それから BG で GBで GG と、この4つの点が、あり得るはずです。ですから、4つの点の中のどれであっても構わない状況です。つまり、男女の、出生比率は同じですから、この4つの点は、等確率で起こっているはずです。起こり得るはずです。で、その中で今我々が関心を持っているのは、このケースがいくらの確率で起こるのかということを言ってるわけですから、4分の1というふうに答えてるわけですね。これよろしいでしょうと。では、その次です。1人は男の子、で、この時の標本空間って何ですか。
標本空間書くのちょっと面倒くさいので、サンプル、サンプルスペース、サンプルスペースというふうに今書きます。でこれはこれでいいですかと、これでいいと思う人、この一人は男の子であるという言い方をするとき、これ日本語の問題です。国語の時間です今。一人の男の子というときは、どういうケースがあり得るんでしょうかと。で、これでしょ、これはもちろん満足してますね。これ満足してますね。これで全部ですかと。足りないというものがあるということに気がついている人はおられますよね。おられますね。あれ、あんまり返事がないけど大丈夫かしら。大丈夫だよね。これも入ります。よろしいね。2人とも男の子であると、このケースも1人は男の子であるというような言い方、日本語の言い方には含まれています。これは間違いないようにしていただきたいと思います。留学生の方は、その辺ちょっと注意をしていただく必要があるかもしれませんが、日本人の人でもひょっとして注意した方がいいかもしれないです。よろしいですね。でそうすると、この3通りの結果があり得る。その中でこの1人は男の子ですから、結局その時は、答えは3分の1だということになります。で今こういうふうに書いているのは、例えばこういうふうに書いてみれば、簡単に表現することができます。この我々が欲しいのは BB である。でただしどんな条件を使っているのかというと、この後ろにですね、標本空間を書くわけです。新しい標本空間、つまり一人は男の子で、まあこれ書いておきましょうか。一人は男の子であるとということが分かっていると、まあこういう状況ですね。でその際に先ほどのサイコロの例を思い出していただきますと、赤のサイコロに4が出ていますというふうに言ったときは、この後ろに条件として何だったかのと 思い出していただくと、4の1から4の6までの6通りしかありませんということを宣言してたんですね。ですからここも同じです。一人は男の子ですというふうに言われた状態では、起こりうる結果は4通りではないと。 BB、 BGGB、 この3通りしかないということをここで宣言するということと同じことです。でこれで、3分の1という結果が出てくると。ですから、ここもう一回念をしていただきたい。1人は男の子であるという情報が出てきたら、それを満足するものだけが標本空間に入ってきます。この中でこれが何パーセントを占めているのかということです。ですから新しい情報は常に新しい標本空間と対応がつくというところを、くどいようですが、念頭に置いていただければ良いと思います。そうすると条件付き確率はあっという間に分かってしまいます。でそうしますとですね、最後に残ってたのは年長の子が男の子であると。これが条件として付け加わる。つまり我々は、ね、あそこの、お宅にはですね、年長の子は男の子ですよというふうに言われたと。でその時にその、家庭にで2人とも男、実は2人とも男の子である確率はいくらかという話ですね。でそうすると今もう直接書いてしまいましょうと。結局は BB が起こっている状況なんですけども、年長の子が男の子ですというふうに言われると、実際に起こっている可能性はこれしかないと。あ、これ順番先ほどのものに合わせておきましょうですよね。年長は男の子ですから、あとは年少の子が男の子なのか女の子なのかと、これだけで決まってくると。ですから2通りしかない。で、したがってこれは2分の1であると。まあ、
こんなふうにしてお考えいただきますと、できると思います。もうこれで条件付加確率はマスターしましたよね。大丈夫ですね。それで、まあ、問いの4は、後で自分自身で、おやりいただければと思いますが、答えだけ申し上げておきます。答えは5分の2になるはずです。さて、それで問いの3はですね、来週までの宿題に、しておきたいと思います。まあ、簡単な問題1つぐらいやって、実は後でもう一つかな、宿題を出しますけど、もうちょっと手強いやつを出しますが、準備運動のつもりで問いの3も宿題にして、おきたいと思います。で、それでですね、問いの4は今別に特にやらなくてもよろしいので、条件付加確率に関する性質というのを、いくつか、調べていきたいというふうに思います。で、16ページをご覧いただきたいと思います。で、ここではですね、条件付き確率の、性質、大事な性質として乗法公式と呼ばれるものと、それから全確率の公式と呼ばれるこの2つを、お話をしたいというふうに思います。で、 P の1と、P の3です。で、一つ目の性質です。これが一つの乗法公式になります。で、資料の方にはもう一つ式がありますけど、別にそれは一挙に書く必要はない。で、これの意味を、考えていただきたいと思いますけども、これはですね、E と F が同時に起こった状態にある、そういうような確率を求めてくださいと。 E も起こってるし F も起こってるという状態で、あると、その確率はいくらでしょうかという、リクエストですね。で、それに対してこちらの方をちょっと見ていただきますと、これですね、意図的に時間の、流れを皆さん頭に描いていただくと、これが分かりやすくなると思います。で、つまりまず F が起こりますと。で、 F が起こったという状況の下でさらに E が起こりますと。で、そうするとその結果は E と F が同時に両方揃った状態になってきますよね。ですから、それが、ここに式で書かれた通りの話です。ですから意味はそんなふうな意味です。ですから、これを見たときに、これ乗法公式というふうに呼んでいますけども、この証明するのは非常に簡単なんですよ。で、非常に簡単なんです。すぐに証明終わってしまいますけど、できるだけこれ何を意味しているのかというのを自分の頭の中にイメージとして捉えていただくというようにしてください。で、今申し上げた通り、これは左辺は E と F が2つとも起こっている状態、それがいくらの確率かということなんですが、2つとも起こっているというような状態にしようと思ったら、どちらか先に起こらないといけないです。で、 F が起こると、で、その F が起こった後で E が起こるとというふうに考えていただければ、両方 E と F が揃った状態が右辺の方でも出ている、まあ、こういうことですね。ですから、これはですね、基本的に2つの、事象が同時に起こるという言い方はしますけども、細かく考えると全く同時刻に連続に流れている時間の中で、全く同時刻に2つの、出来事が起こるというのは無視することができると。絶対にずれていると。絶対に時刻としてはずれていると。そういうふうに、まあ、我々は普通は考えています。ですから、どんなに同時に起こっているように見えていても、微妙な時間のずれが、時刻のずれがあるはずだと。まあ、そういうようなところからでも考えていただいても結構ですけれども、
繰り返して言いますけど、 F が起こってその後で E が起こると、そういうような状況を想像していただければ、情報公式というのは理解ができできると思います。証明、非常に単純な話です。向こうの定義見てください。あの向こうの定義見たら、それでおしまいです。で、両辺にですね、PF という確率をですね、掛け合わせていただきます。そうするとこれ一発で出てきますね。ですからこれ定義より明らかということです。よろしいですね。でこれも証明しませんよ。で、そうそう、で同じことなんですが、これは E と F が同時に起こっている確率、今は F が先に起こるというふうな形を、お話をしましたけども、 E と F が同時に揃っていさえすればよろしいわけですね。そうすると先に E が起こっていて、 E が起こったという状況の下でさらに F が起こるというふうにしても、 E と F は揃った状態になりますと。これが時間の流れをですね、別の時間の流れを考えたときに当然考えることができるものです。で、そういうふうにしていただきますと、 E と F が同時に起こっているものはこういうふうにもう計算しようと思えばできるし、こちらで計算しようと思えばこちらでもできるという話です。で、どちらももちろん正しいと。で、これから、さらにですね、資料には書いておりませんけれども、この2つを見ていただくと、こういう式も成り立つ。つまり同じものを経由してこちら側とこちら側も同じ等しいんでしょというような形になりますので、こういうような形で式を作ることもできます。で、これはですね、また後で来週この議論が出てきます。で、例えばどういうところで出てくるのかと、今このどちらが先に起こっても構わないというような状況の下で議論していましたけども、こういう形が出てくるときは、実は例えばですね、原因があって結果が出てくる。例えば風邪をひきましたと、熱が出ますと。で、風邪をひいたら熱が出る。で、それはまあ、とりあえずこっちを E にしましょうか。で、こっちは、熱が出る、まあ、たまたまフィーバー F でまあよろしいんですけども、これは風邪をひいたら必ず熱が出るかというと、そうでもないかもしれない。ですからこの風邪をひいた時には熱が出る可能性は当然ありますよね。で、その時に風邪をひいた時に熱がどのぐらいの可能性で出るのかというのは、これで表現することができます。よろしいですね。で、これはむしろ、我々の、ごく自然に持っている知識です。で、風邪をひいたら熱が出る。これ前向きの推論ですよね。風邪をひきましたと。ひょっとして熱が出るかもしれませんね。というふうにして、ちょっと気をつけてくださいねっていうふうに言ってるときは、これ推論は前向きに、推論しています。で、ところがですね、逆のケースは、我々やらないといけないときがあります。つまり熱が出てる人が、お医者さんに来ましたと。で、その原因は風邪なんだろうかということを調べる必要が出てくると。で、これは診断の技術ですね。結果を見てそれを引き起こしている原因は何なのかということを調べよう。これ診断の技術です。で、我々の世界の中にはそれをやらないといけないことももちろんあります。その時にやってるのはどういう、ここで黄色で書いていますけど、これは何を計算しているのかというと、熱が出ている人がいますと。その人が熱を出した原因は何だろうかと、原因を言い当てる、こちらの方のものです。ですからこれとこれ意味が違うわけですね。意味が違うというか、位置づけが全然違いますよ。これは
普通に我々が事前に持っている知識として、頭の中に入れることができるものです。事前情報とかいう言い方もできます。事前情報じゃない、事前に持っている、その因果関係の知識だと。でこちらの方はですね、結果を見て原因を推定すると。だからこちらは逆向きの推論ということになります。ですから情報の領域では順方向の推論と逆方向の推論を両方使い分けるということがありますけれども、そういう時にこの議論が出てきます。でそういうところを結びつけるのが実はこの式です。でこれは来週、ベイズの定理というところでお話をするということにしたいと思っています。で、まあ、これはよろしいでしょうね。まあ、そういうふうにして、まあ、非常に簡単な状況の下ではこれとこれはこの情報公式というのは、自分で適当に、時間の流れを頭に描いて、E と F は特にこれは対等の立場ですから、で対等の立場なので、この順番を入れ替えても当然問題ないはずだと。というような考え方でやっていただいて十分問題ないと思います。それで、P の1が分かればですね、 P の2というのも、もうごく、まあ、ほとんど自動的に出てきますね。これは、E の1から E の N までが全て起こるという確率を、計算してほしいということなのですけども、これ一挙に計算するのは、結構、難しいというところがあります。でそういう時にもう少し身近なところだけで、議論を簡略化して、それで大きな議論、まあ、推論をしたいというようなことが、出てきます。これは例えば来年度私の確率的知識処理という科目でお話をいたしますけど、ネットワークで表現されたような命題をですね、ずっとたどっていくという時にこの議論がよく使われます。それはまあその時にお話をしましょう。でこれ、N 個のものが、全て同時に起こっている確率を、まあ、計算したいということですが、これも先ほどの向こうでお話をしたように、ここに書かれている、まあ、N 個のものに適当な時間の流れをつけてしまえばどんなふうに、書き換えることができるかっていうのはこれご覧入れましょうか。まず E の1が起こりますと。でその次に E の1が起こったという状況で次に E の2が起こりますと。でその次はE の3が起こってくる順番になるんですけども、その時にはこういうことなんですね。E の1と E の2がすでに起こっているという状況の下で E の3が起こると。で、次も分かりますね。E の4が起こるんですけど、それは E の1と E の2と E の3が全部起こっているという状況の下で E の4が起こるということです。で、そうするとこれ最後の方は最後に E の N が起こるわけですが、それは E の1、E の2が E の A のマイナス1、これが全て起こっているという状況の下で最後に E の N が起こると、まあ、こういうふうに書くことができます。これが情報公式の一般形になります。まあ、これも意味としては難しくはないのでお分かりいただけると思います。よろしいですね。で、ではですね、3番目です。これが一番、役に立つ。非常に役に立つ。これはですね、こんなふうに上もう消してしまっていいですね。いいね。ごちゃごちゃした式を見せるときはすっきりした方がいいでしょうと。こんなふうに考えて
見ていただきたいと。今オメガがありますと。でオメガをですね、あらかじめいくつかの場合分けをしてしまうと。場合分けというのは後で具体的にイメージは掴んでいただけるようになると思いますが、まあ、こんなふうに切って、ここの部分を E の1という名前をつけると。でここは E の2と、でこれ E の3と、まあ点点点で、これ E の N というふうに、まあ、こういうふうにしましょうと。それで標本空間をこれ N 個の小さな領域に分けています。ですからこれ場合分けで、例えば1という場合であればここだけを考えると、2という場合であればここだけを考えると、というふうにして場合分けをこれから想定することが時々便利になることがあります。でそのための準備です。でこの時にこの E の1から E の N はオメガをちょうどきれいに分割していると。分割するという言い方をすることがあります。でこれはどういう意味かというのをここにちょっと書いておきますね。この双方向の矢印は、もしこれだったらこちらが成り立つし、こちらが成り立てばこちらが成り立つというんで、イクイバレントである、等価であると、そういうような意味で解釈していただきたいと思いますが、この E の1か E の N がオメガを分割するとはどういうことかというと、オメガは E の1から E の N 全部集めてくれば、それは網羅することができています。でしかも E の I と E の J の間には番号が違えば共通部分はありません、というような言い方です。もしこれがなかったら、これはですね、この式だけしかなければこの絵とは限らないんですね。お分かりだと思いますが、このお互いに廃反であるという条件をもし省いてしまったらどうなるのか、一応お分かりだと思いますが、こういうふうに書いておきましょう。例えばこれが E の1です。それでこれが E の2ですと、といったようにダブってるところがあるんだけども、ちょうど少しずつ隣のものとダブって全体が覆われていると、オメガが覆われているというような状況だと、この式は成り立ちますけど、この式は成り立ってないわけですね。でそういうふうな無駄なことは我々したくないと、前もお話ししたように、できるだけきれいな状態で議論していきたいと。そうするとこの重なっている部分なんて、こんなもん、やめたいわけです。でそのためにこの、互いに廃反であるという条件をつけます。でこれでちょうどきれいに分かれていると、こういう状況を考えてください。でさてその中で、今我々はこの、標本空間を分割しましたけども、実際に欲しい、事象の確率というのはこれだと。この F の確率を欲しい。この F の確率を計算するんですけども、この F の確率はどうやって計算できるかというと、これで計算できるの分かりますよね。今ここに書いたのは、F とEI の共通部分という書き方をしていますけれども、例えばここの部分、これは F と E の1の共通部分です。よろしいね。でこの縦でこのハッチングをかけたところ、これは F と E の2の共通部分です。で今度はこれは F と E の3の共通部分です。
共通部分と。で、これは F と E の N の共通部分であると。こんなふうにしますと、今欲しいのは F 全体の面積です。F 全体の面積を計算したいわけですが、この F 全体の面積はこの部分の面積とここ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 を足し合わせれば F 全体の面積が出ます。で、それを言っているのがこれです。よろしいですね。で、そうすると、あとこれは先ほどの、条件付き確率を使って情報公式を、話をしたところなのですが、ここはこういうふうに書くことができます。ですよね。で、これのことを、全確率の公式まあこういうような、名前で呼んでいます。ですからイメージとしては単純な話です。全体のサンプルスペースを、いくつか の、共通部分のない小さな空間に分けてしまいます。で、それぞれを全部足し合わせると、全部合わせるとオメガが構成できるようになっていると。そのような状況の下で、ここの、任意の図形ですね、この図形の面積を計算してほしいというんですが、その図形がそれぞれの、分割されたこの小さな空間とどれだけの共通部分があるのかという見て、それを全部足し合わせればこれが出てくると。で、それを情報公式を使うとこういうような形になるとというふうな意味になります。よろしいね。で、あとはこれも証明、今言った通りですから、何もここも書く必要ないと思いますが、よろしいですね。で、大事なのは式をごそごそと変形していけば証明することはできると。そこで満足しないようにしてください。で、その、満足、それは例えば試験としたらそれで十分かもしれませんが、それだけではなくて、やはりそれが一体何を意味している式なのか、あるいはそれをどういうふうに自分の頭の中で感じ取ればよいのか、そこまで知って、理解するようにしていただいたら、随分力が伸びるのが早くなると思います。で、これはどんなふうに解釈していただくかというと、その全体オメガという空間がありますけれども、このオメガをですね、いくつかに分けているということは場合分けをしているということです。つまり、ひょっとして今から考えようとしている状況は E の1というふうに書かれている場合なのかもしれないと。で、全く違う E の2という場合なのかもしれない。これが現実の世界なのかもしれないと。というふうに、現実に起こっているのは何通りかの全く違った場合が考えられる。で、我々よく昔から場合分けをしてものを考えるとやってましたよね。で、まさにこれで、この場合1の場合と時、これ場合2っていうのが正しいと思われる時というふうに、いくつかの場合分けをして、どれか一つしか実は現実には真ではない。で、そうするとこれがもし真であったとするならば、我々が関心を持っている事象というのはここの部分であると。だから、この部分だけを考えればよいと。というふうに、非常に問題がですね、小さくなるわけですよ。全体を考えるんじゃなくて、ここだけを考えればよいと。で、そういう意味で、この中の、ここを考えるというときに、これが条件付き確率として出てきますよね。ですから、この授業の冒頭にお話をしたように、確率を計算するのは大変だけど、条件付き確率を計算するのは非常に簡単だというふうに言ったのは、そういう意味です。ですから、この式を表しているのは、それぞれの場合がどれぐらい起こりやすいのかを考えてください。ですから、場合分け、それぞれのものがどの程度、本当に起こりやすいものか、あるいはどの程度起こりにくいものなのかというのを考えてくださいと。で、それを考えた後は、もしその場合が起こっていたとすると、我々が関心を持っている現象はどのぐらいの可能性があるんだろうかというふうに、全く2つのものを、分けて考えてくださいと。そういうふうに、非常に考えるときに、問題を整理して、議論しましょうというときに、この全確率の公式は非常に役に立つと
で我々が当たり前のようにして考えているものがちょうどこの式の中にも現れているということです。よろしいでしょうか。でさてそうしますとですね、ここで非常に大事なところが出てくるのですけれども、まだ時間あるかな、問いの6というのを先にやってみましょう。問いの6をちょっとご覧いただきますと、これで全確率の公式のありがたみっていうのが分かります。このトーナメントがあります。 A と B と C という3つのチームがあって、でトーナメントでこういうふうに対戦が決められているんですけども、A は有利、非常にちょっと有利なように見えますが、でこれでですね、最終的に本当に A が優勝する確率はいくらかというのを求めてくださいと。でもし A と B が戦った時に A が勝つ確率は2分の1ですと。で A と C がもし戦ったとするならば A の方が若干有利で3分の2の確率で勝ちますと。でところで B と C は実力が拮抗しているので B が勝つ確率は2分の1です。どっちが勝つかは全く予断を許しませんと。そういう中で A が優勝する確率はいくらかと、ということを考えてほしいと。これ A が優勝するんですけども、これを簡単に A が起こる確率、こういうふうにしておきましょうと。でそうするとこれはですね、これが A ですね、 B と C で 最後にここに A が来る確率はいくらかという意味ですね。で A が優勝しようと思ったらどういうふうにするのか、どういうふうになるのかというと、 A の対戦相手は B なんでしょうか C なんでしょうか、これが気になるところですね。でもし A の対戦相手が B であるならばという時と A の対戦相手が C であるならばというこの2つ全く同時には起こりえない、この場合分けを考えないといけません。これが先ほどのこれに該当しているわけです。 A の対戦相手が B の場合と A の対戦相手が C の場合、これはどちらか一方しか必ずどちらかは起こるんですけど、どちらか一方しか起こりません。でそうするとこの A が優勝するっていうのは、この A がですね、 A は B と戦って勝つというケースと、 A は C と戦って勝つというケース、この2つに分かれます。よろしいね。でそのことをですね、考えていただきますと、これは A が勝つで A 対 B の戦いになると、それで A 対 B になった時に A が勝つ、それでこの後ろは実際に A 対 B の戦いになると、B が出てきてくれないと困るわけです。 B が出てきた、出てくると、で出てきた時に A が勝つと、こういうことですね。で同じように考えていただくと、その向こうの、から分かりますね。これは A が勝つ、それは C と戦った時の話を今しようとしています。でそれは A 対 C です。で A の対戦相手がC になると、 A 対 C の戦いになると、こういう状況でないと困るわけです。でそうしますと、さらにこれはですね、この A が勝つ、で A 対 B の戦いになるということは、消してしまった、 B と C が戦って B が勝つ、
B 対 C の中で B が勝つ。でそうなった時に A は B と戦うことになる。でその A 対 B の戦いの中で A が勝つと。こんなふうに、計算していくことができます。でこれも A が勝つですね。でこれは A 対 C。でこれ C が勝つ。これ B 対 C の、戦いの時ということです。で B 対 C の戦いというのはこれ必ず起こります。で B 対 C で、B が勝つ確率は2分の1です。それで A 対 B の戦いになって A が勝つ確率は確かこれ2分の1だったと思う。それと、違ったっけ、2分の1ですよね。で A と C が戦った時にが、で A と C が戦った時に A が勝つ確率は3分の2ですけども、B と C が戦った時に C が勝つ確率は実力が拮抗しているので2分の1だと。こんなふうにして計算していただければ良いと。であとはもう、分数の話ですから、私の嫌いな領域なので皆さんが計算していただくと12分の7という答えになるはずですと。というお話です。よろしいでしょうか。まあ、こんなふうにして、全確率の公式というのがですね、有効に、まあ、働いてくれるというところを、まあ、見ていただければいいかなというふうに思っています。じゃあちょっと、休憩をいたしましょう。で次の時間に、今の、セクションで若干の、補足をして、それでその次に 1.5 の独立事象のところに入りたいと思います。じゃあちょっと休憩します。さっきのトーナメントのお話はよろしいですね。大丈夫でしょうか。それではその次ですね、16ページのところにちょっと戻っていただきますが、4番目の性質です。やはりこれ標本空間を、N 個の小さな、部分に分割をします。でその時にまた絵を描く、ここに F というのがあるんですが、まあ、これが E の位置、まあ、こういうふうな状況になっているというふうに考えていただきましょう。でそれでここで議論したいのはこういうことなんですね。これはどうなるでしょうかということです。こうなるのはお分かりでしょうか。今、F が起こっているという状況を考えてみましょうと。で F が起こっているという状況の中で E の位置が起こる確率で、それはこれが起こっているという状況が分かっている中で E の位置が起こる確率ですね。でその同じように F が起こっているという状況の中で E の2が起こる確率と、というように先ほどでちょっ と,、E と F の立場が逆転しているというのはお分かりだろうと思います。でその時にこれが1が起こるというのは直感的に分かりますでしょうか。これは今 F が起こっているわけですね。だからここに書かれたらこの図形が実際に起こっている真の状態です。でこの中のどれかが起こるわけです。どこかが起こるわけですけども、これが起こっている状態の中でここに書かれているのは E の1が起こるか E の2が起こるか E の3が起こるか、ずっと来て E の N が起こるか、どれか一つは必ず起こるわけですね。わかりますね。もともとが E の1から E の N というのは必ずどれか一つは必ず起こるわけです。でそういうふうにこれ分割してあるわけです。
で、標本空間が新しく F というふうに限定されたとしましても、結局起こるのは E の1から E の N までのどれかが必ず起こっているということをこの式は言っているということです。で、本当にそうなのかということを確認してみましょう。で、これの証明です。証明こっちにしましょうか。それで、こうなりますけども、先ほどの時間に申し上げた通り、この条件付き確率を見たら、しばらくの間は、もともとの定義は何だったのかということで、これを書き換えてみるというように、したらよいと申し上げましたが、F のが起こっているという状況の下での EI が起こる確率というのは、これでしたよね。それでこれを1から N まで、まあこんなふうにしていくわけです。で、そうしますと、この分母に来ているのは、ここは足し算で I を1から N まで変えていくわけですが、これ慣れてないときは全部真面目に書いてみたら、一度でいいから真面目に書いてみたら分かると思いますが、こういうことですね。で、分母は全部共通です。で、ですから結局もうこれ慣れてくるとこんなのは見なくても、ここの分母のところには i というサブスクリプトがどこにも使われてない、添え字がどこにも現れてないということに、よって、この式を得ることができるわけですね。で、慣れてきたらこれを見たらすぐにこれができるようになると思います。大丈夫ですね。で、こういう時にこの PF 分の1というのをこのサンメーションの外に出すと、こういう言い方をします。で、外に出すというのは、この式見ていただいたら、PF 分の1で全体くくってしまえば、こういうふうな形になると、こういうことを言ってるに過ぎないわけなので、で、この後ろの部分をサンメーションを使って書いてるわけですね。それがここですよね。で、そのサンメーションの前に、外側に出てくると。で、こういうのはもう皆さん慣れてるかもしれませんが、一応念のために お話をしておきました。で、これはまだサンメーション使い慣れてないというときは、まあ、今お話をしたようなことをやっていただく、まあ、1回か2回やってしまえばもう十分でしょう。もうそれは二度と同じようなことをやる必要ないと思いますが、最初だけやってみれば、抵抗は、まあ、格段に、減ると思います。で、こういうような形になります。で、それで、結局はその次ですね、ここの部分、見ていただきましょう。これはEI と F の共通部分をの面積ですね、面積を全部足し合わせてくださいということを言ってるわけです。で、 E の1と、F の共通部分というとここですね。で、 E の2と F の共通部分といったらここですね。で、さらにこれで、まあこれと、まあ、こんな形になってて、それを全部足してくると、この波線で、波線というか波線で書いたところは何になるのかというと、この分母と全く同じものが出てくるはずです。このここの部分は F の確率ということになります。で、したがってこれは1であると。というのはやはり確かめることができます。まあ、これだけのお話です。
これは使うのかというとあんまり使いませんね。一応書いてますけど、あんまりこういうふうな、ちょっとここまで あまりにも、露骨になってくると使いませんね。ですから実際に本当に役に立ってくれるのは P の3と P の1で、 P の1はもう、お分かりのようにもう定義から直接出てくるものですから、まあ、皆さんが頭の中で、情報公式をイメージするという時に、まあ、思い浮かべていただければ良い説明をですね、自分で準備しておいてくださいねと、まあ、そういうだけ、それだけの話です。で、全確率の公式はやたらに出てきます。で、これが使えると、非常に、いろんなことができるようになりますが、使えないと、大変骨が折れるということになります。で、まあ原理は非常に、単純な話ですので、単に場合分けをして、それぞれの場合について考えてくださいねという話ですから、まあ、これはごく普通の、まあ、サイエンスが やるやり方ですよね。大きな問題はできるだけ小さな問題に分割して、そのちっちゃい問題を小さな問題をやっつけていけと、まあ、こういうやり方ですから、まあ、非常に標準的な考え方です。さて、それで、まあ、条件付き確率に関する性質としてはこの4つ、特に、P の1と P の3というのが重要だというお話をしました。それで、すでに先ほどの時間にお話をしましたが、問いの5は言っていることは、今お話をしてきた条件付き確率は、条件付きという名前が、形容詞がついていますけれども、やはり、条件付き確率というふうに呼んでるだけあって、これは確率の公理を全部満たしますと、ということですね。で、ちなみに条件付き確率のことは、コンディショナルプロバビリティ、コンディショナルプロバビリティという言い方をいたしますので、もし何か英語の文献を読んだりするときのために、何を読めば、どの本を読めばよいかというのは、まあ、こういうようなキーワードで探していただければ、いい本が見つかると思います。それで問いの5をですね、もしやりたいと思っている人のために、結局何をやらないといけないのかということをお話をしておきます。なんか字が汚くなってきましたね、先ほどの時間に比べて。条件付き確率は確率であるというのは、条件付き確率は確率が満たすべき3つの公理を全て満たしますと、これを言っていただく必要があります。で、条件付き確率というふうに言っているときには、何々が与えられた元での条件付き確率という言い方をしますので、何が与えられているのかということを自分で決めておく必要があります。ですから、前回確率の公理として3つ、お話をしました。で、それはこれもちゃんと満たしますよということを言っていただければよい。ですから今 F が与えられた元での、何々の条件付き確率という言い方をしますので、F が与えられているということを最初に約束してしまって、これが、1から3を満たすということを言ってくださいと。具体的に言うとこういうことです。一つ目、どんな E というのを、オメガの中から持ってきても、それは必ず、負にはならない値を与える。これが確率の一つ目の性質でした。ですからこれが成立すると。
これが一つ目、これを証明してくださいと。で、二つ目、全体に、標本空間全体に対しては我々は1という値を、要求しましたと。これは満足されるんでしょうかと。というのも、示していただく必要があります。で、3つ目、このお互いに背反であるような事象列が与えられたときとしますと、これが成り立ちますと。これが成立しますと。これを証明するというのが、この問いの5が求めているお話です。これそんなに、難しくはないので、まあやってみられたらよろしいかと思います。それで、条件付加確率の一番最後のところでですね、17ページですが、問いの7っていうのがあります。これを、来週また宿題に、させていただきたいと思います。で、今からこの、問いの7っていうのを簡単に、何をやっていただく必要があるのかっていうのを説明します。で、まず問題読んでいきますね。で、あるパーティーでの、余興の話であります。で、パーティーの主催者であるサリエリさんはですね、サリエリさんってどんな人か知ってますよね。アマデウスという映画をご覧になったら、ちょっとその敵役のような人が出てくると思いますが、あれ実際はモーツァルトの敵役ではないんですけど、映画の中ではなんとなく敵役のように、描かれていました。気の毒ですが、まあよろしいですね。かなりの、実力を持った人だったんですが、まあ、パーティーの 主催者であるサリエリさんがですね、まあ現代の話で現代によみがえっておりますが、シルクハットを差し出して3人のビジネスマン A さん B さん C さんに対して、この中に、ご自分の名刺を入れてくださいと言いました。で、そのサリエリさんはですね、シルクハットの中の名刺を十分にかき混ぜてから、まあ、3枚しかないので十分にかき混ぜるって言ったって大したことありませんが、まあ、十分にかき混ぜてから3人のビジネスマンに目隠しをさせて、 A さんB さん、C さんの順番で名刺を1枚ずつ引いてくださいと。まあそういうような余興をやりましたと。で、その中、まあ、そういうところでですね、3人のうちの少なくとも1人自分の名刺を引き当てる確率はいくらでしょうかと。というのを計算してほしいと。というものです。わかりますね。順番は A さん B さん C さんで、引いていくと。これは順番はもう固定です。で、その中で自分の名刺をうまく引き当てることができるという人が1人少なくとも1人いる確率を求めてほしいと。で、そうすると結局はですね、皆さんに計算していただきたいのはこういうことですね。A という記号は何を、意味するかというと、A さん、A さんは自分の名刺を引き当てる、これを A と書きます。で、同じように B、これは B さん、あるいは C、これは C さんが自分の名刺を引き当てるというふうに、表現している記号であるというふうに考えてください。で、そうすると求めるものは、これです。A さんが自分の名刺を引き当てるのか、B さんが引き当てるのか、C さんが引き当てるのか、いずれであってもいいんですけども、
少なくとも A と B と C のうちのどれか一つは起こってほしいと、この確率を計算してくださいということです。でこれはですね、前回だったと思いますね、複合確率の公式あるいはインクルージョン・エクスクルージョンの式だというふうに言っていましたが、どうやって計算するのかというと、当然 A の確率と B が起こる確率で C が起こる確率、これをそれぞれ計算していただく必要があります。でこれだと、確率は大きすぎるので、A と B が同時に起こる確率を引いて、で B と C が同時に起こる確率を引いて、で C と A が同時に起こる確率を引くと、でこうすると今度は小さすぎるので A と B と C が全て起こる確率を足してくださいと、でこれを計算していただきたいということです。で皆さんにはですね、目隠しをした人が、3枚の名刺の中から自分のものを引く確率はいくらか、この A さんが自分のものを引く確率はいくらか、これは簡単ですよね。 A さんは一番最初に引きます。ですから目の前に3枚の名刺があります。その中の1枚引いたときに、自分の名刺はその中に1枚必ずあるはずなので3分の1だというのはすぐ分かるでしょう。そうするとその次をこれよくよく考えてくださいね。 B さんが自分の名刺を引くという可能性はどうなるのか。 B さんは A さんの後で引きます。そうすると B さんはですね、 A さんが一番最初の A さんがですね、 B さんの名刺を引いてしまえばもはや自分の名刺を引くことはできない。ですから A さんが自分の、失礼、 B さんの名刺を引かずにB さんに順番を回してくれたときに、ようやく自分の名刺を引くことができる可能性が出てくると。ということですね。で、そこで場合分けが必要だというのは、お分かりいただけると思います。で、C さんに至ってはですね、最初の2人が何をやってくれるのかによって、自分はどうしようもないということが起こってくるわけですよ。3番目ですからね。で、そういうようなところもやはり考えていただくと、実はこれ、均等に見えるけれど A の確率を求めるよりは B の方がちょっと頭を使わないといけないと。で C と B だとやっぱり C の方が後に引かないといけないというだけあって、 B よりはもう少し頭を使わないといけないと、というようなところが、まあ楽しみどころかなというふうに思います。で楽しみどころなんですが、実は言っているほどこれとこれとこれの値の間には違いがあまり出てこない、数字としては出てこないというようなところも何でだろうなと思って、まあ、考えていただければよろしいかと思います。それでさらに、これですね、 A さんは自分の名刺を引きましたと、 B さんも自分の名刺を引きますと、でこういうような状態は、一体いくらの確率で起こるんだろうかというところもやはりちょっと考えていただく、まあいいかなというふうに思います。まあ、そういうようなところで少しこれはですね、全確率の公式を、まあ、いろんなところで 何回か計算の中に使っていただくというところで随分慣れると思いますので、ぜひこれはやってみていただきたいというふうに思っています。でこれはまあ、来週までの、ちょっとお楽しみということで、じゃあどうぞやってみてくださいね、宿題として。さてそれで今一応条件付き確率のお話は終わりましたが、よろしいでしょうか。で今日もう一つテーマとしてはですね、独立事象という話を、します。でこちらの方は条件付き確率のお話よりはもう少し、すっきりと分かると思いますので、ではその 1.5 の独立事象というところです。で今からお話をしようとするのは、 E と F が独立だというのはどういう意味だというのを、まあ、理解して冒頭に理解していただきます。
で、前にお話をしたように、今日も出てきてますけど、例えばこれですね、これ、2つのイベントが、同時には絶対に起こらない、これを廃藩だというような言い方をしていました。で、前にお話ししたように廃藩と独立を、うまく区別できない人が、時々出てくると。で、そういうことがないようにぜひ理解を、きちんとしていただきたいというお話をしましたが、今日この、6時間目が終わるまでに、E と F の、独立という話と E と F が廃藩であるということは明確に区別できているようになっていただきたいと思います。まあ、随分脅かしているような印象になるかもしれませんが、大したことはないので、まあ、あまり神経質にならないでよろしいですが、まず、E と F が独立だとはどういうことなのかという定義から始めますね。やはり我々の言葉の定義が一番大事なので、E と F が独立だということは、これ矢印でですね、双方向にやりますので、先ほどの時間にもお話をしたように、これは今ここに書いたこととこちらと書いたことは全く同じ意味であると、イクイバレントであるというふうに思ってください。で、定義としては E と F が独立ということはこういう意味で使えますということです。E と F が同時に起こる確率というのは、 E の確率と F の確率をそれぞれバラバラに計算していただいて単に掛け合わせればよいですと。これができるときに E と F は独立だという言い方をしますと。これが定義です。ですからもう一回言うと、 E と F が独立だということを聞いたときはこの式を思い出してくださいと。逆にこの式を見たときは、これは E と F が独立だという言葉で表現できるんだということを頭に思い浮かべてください。同じことを言っていますということです。よろしいでしょうか。で、そうすると、E と F が独立だというのは、直感的にはですね、 E が、起こるか起こらないかということによって、F が起こるか起こらないかは全く影響を受けないというような考え方であるはずだと。で、その考え方がですね、この式から読み取れるかということです。読み取れる人います？今 E が起こるか起こらないかということは F に全く影響がないということをこの式で読み取れるかと。実はそれほど簡単に読み取れないのではないかなと思います。で、そこでですね、これと全く同じことを別の表現で書くことができるという話をしたい。で、E と F が独立だというときは、こちらの定義を使っていただいても構いません。これの方が分かりやすいでしょう。つまりこれは F が起こったという情報を得ても、その中で E が起こる確率を計算しても、その情報なしで E が起こる確率を計算した場合と同じだということです。ですから F というが起こったという情報は何の役にも立たないというのがこの式です。これの方が分かるでしょ。 E が起こったかどうか、あるいは F が起こったかどうかというのは相手側に何の影響力を持たないというのは、これご覧いただきますと お分かりのようにですね、なんかどこかにですね、非常に親切そうに見えるけれども、ちょっとがめつい人がいたとして、でその人がですね、ちょっといい情報があるんですけども、この情報を買いませんかと言ってきたと。で、その人が、売りたいのは F が起こってるのか起こってないのかを表す情報であると。で、皆さんはその情報をですね、例えば10万円要求されていると。で、その10万円あなたが払ってくれたら E が F が起こってるか起こってないかをお知らせしてあげますよと。どうですか、親切でしょって言って、なんか誰か近づいてきたと。で、ところがですね、皆さん非常に頭のいい人たちなのでよく知ってると。 F と E はお互いに独立なはずだと。で、そんな F の
起こってるかどうかの情報なんて買ったって何の役にも立たないっていうふうに分かってたら、いやそんなものはいりませんと、 E と F は独立なはずですって言って、その人をまあ撃退すると、まあそういうことができるわけです。でそういう時には EF が起こってるのか起こってないのかを聞いたって何の役にも立たないよっていうのは、この式が示しているというのは意味がつかみやすいでしょうと。で同じように実は E と F が独立だということは、この式にこだわることなくこっちで書いてもいいはず。こちらでも構いません。つまり E が起こってるかどうかというのは F が起こってるかどうかに何の影響力も持ってない。で実際にですね、これ後で皆さん、自分で練習としてやっていただいてもよろしいと思うんですが、もしこの式が成り立っていたらこの式が成り立つということが証明できるかと、逆にこの式が成り立っているということが分かったときにこの式が証明できるかと、というのをやってみられたら、これかなりいい練習になると思います。でもし興味のある人は、あるいは興味のある人はという言い方は悪いな、もし自分の力をつけたいと思う人はぜひそれをやってみられたらいいと思います。それでちょっとですね、この資料の中で、E と F が独立だというところを、この式を書いていて、その後ろにですねこのカンマをして、こういうふうに書いていますけども、ちょっとこれ誤解を招くかもしれません。私がこれ使ってたのは、これがあればこれまたはこれというふうに解釈していただこうかなと思ってカンマでやってたんですけど、このカンマというのは実はまたはの場合で使うこともあるし、and の場合、かつの場合で使うこともあるので、これちょっとやっぱりやめた方がいいなと思って、これは、これを削除してこういう書き方にします。でまあ、これは、こういうようなところなのですけれども、これが成り立てばこれが成り立つ、あるいはこれが成り立てばこれが成り立つというのも、やっておいた方が、よろしいかと思います。でやってみましょうか。この2つの定義はですね、実は同じものだということを、これが成り立つときに、これを、証明できれば、これならばこれだと、で逆にこれならばこれだということを証明しておけば、この、この定義とこの定義は全く同じものだということが分かりますよね。でそれよろしいですね、その意味。今言ったのはE と F が独立だということをこの式が成り立つということで定義しましょうと言ってました。でもう一つの流儀は E と F が独立だということをこの式が成り立つということで定義しましょうというふうに言っています。でこの実はこの2つの流儀がですね食い違ってたら、あなたはどちらの流儀使ってんですかということで最初に約束をしないとそこから先の議論できなくなるんですが、実はこれを言ってる人とこれを言ってる人は実は同じことを言ってるということが分かってしまえば、一切そのどちらのタイプで独立性を定義してますかということは議論する必要がない。でそれを今やっておこうと。ですから今やろうとしているのは、この上の式が成り立てば下の式が成り立つということをまず証明しておきます。で逆に下の式が成り立てば上の式が成り立つということを次に証明しましょうとということです。でこれを証明します。でまずこれはこの証明の仕方はですね、これが結論ですよね。下の方が結論ですから、結論の式が成り立つということを言おうとしているわけですが、これを変形していったときにこの右辺になるということを、証明します。でこれを見たときには、さっきから何度も言ってますように、これは、定義に戻ってくださいと。この条件付き確率を見たら、これを何かに、変形しようと思ったらまずは定義に戻ってくださいと。これです。そうしたら今仮定はですねこれなんですよ。ですからここの失礼、この分子で書いていたところはこの一番上の式が成り立っているということを使えます。で従ってこれは
PF で上のこの分子の部分は PE×PF となります。で、したがってこれとこれをまあお互いに消しますと、まあキャンセルアウトしますと、PE というのが出てくると。で、これで証明終わり、片方の証明終わり、よろしいね。ではこの逆です。今度はこれが成り立っているときにこちらが成立するのかということを証明しておきますね。そうするとこれもですね、まあこちらを考えてみましょう。で、これは情報公式を思い出していただきますと、これはですね、これでした。この E と F が両方とも起こっている状態にしようと思ったら、まず F が起こって、F が起こった後で E が起こるという形にしておけばよいと。で、この順番はですね、こっちを E にして、E が起こった元で F にしなかったというのは、使える式がこれだから、F が与えられた状況の話を今、情報として持っていますので、こちらを使っています。それで、この、F が与えられた時の E が起こる条件付き確率、これは実際にこちらの式を満足しているということが言われている、最初から言われているわけなので、これを E にします。で、これを F にします。そうすると、今、この左辺から始めて、これが右辺になるということが証明できました。で、これで終わりです。ということをやりましたので、これからはですね、皆さんは E と F が独立だということは、この式を使って、先に議論を進めていただいても構わないし、こっちの式を使って進めていただいても構いませんと。で、もちろん今やったのと同じ流儀で、これとこれとこれが同じものだということを証明することは簡単ですよね。そこに書いてあると全く同じやつを E と F の順番を逆にしたモードで書いてしまえばいいわけですね。ですから皆さん今はこれとこれが等価であるということが分かった。で、それと全く同じことでこれとこれが等価であるということが分かる。そうするとこれとこれが等価であるということも自動的に証明できてしまったという意味で、これとこれは同じものだということは証明できてしまうことになりますが、それをこの議論を使わないでダイレクトにこれからこれを証明する、あるいはこれからこれを証明するというのはどうやってやるのかっていうのを考えてみてもいいと思いますので、やってみていただければいいとという話をしました。で、いずれにしましてもこれご覧いただきますと、計算の時は結構これは使ったりするのですけれども、意味を考える時は E と F が独立だという意味を考えるのはこちらの方がより直感に訴えてくると思います。あるいはこちらでも一緒ですけども、これでも一緒ですが、E が与えられているかどうかというのは F の確率の計算には何の影響力も持ってないと、まあ、そういうのが、独立という意味です。で、そういう意味でいきますと E と F が廃反だというのとは全然違いますよね。で、繰り返しを、まあ、あえてするなら、E と F が廃反だということは、E と F は同時には絶対に起こらない。ですから F が起こりましたって聞けば、あ、E は起これないんだなというふうに思わないといけない。という意味で、E がと F が廃反だというときは、必ずどちらかが起こったかどうかというのは相手側の状態をほとんど一時的に決めてしまいます。で、そういう意味でかなりかなりっていうんじゃなく、極めて強烈な影響力を持っている。これが廃反ですね。で、全く相入れない概念ですね。
ですからこれからですね、もし皆さんが、いろいろ確率を議論しているときに独立と廃藩を、取り違えるというようなことがあったとすれば、それはかなり重症ということになります。言葉が、基本的な言葉の定義が理解できてないということになってしまいますので、まあ、そういうことのないように、していただければと思います。もうこれでおそらく大丈夫ですね。その6時間目その、この部屋を出る頃には廃藩と独立は違うということは確信を持ってこの部屋出られますね。大丈夫ですね。まだ確信持てない人います？今から誰かパッと当ててですね、廃藩と独立が、区別できてないということが分かったら、もうちょっとあなた試験受けるのやめますかというふうに私がもし言うとすれば、絶対当ててほしくないというの人います？大丈夫ですね。そんなことしませんけど大丈夫ですね。それでは、例の1を、ちょっとご覧ください。エグザンプルですね。確率論と、力学、皆さん、力学も取るかどうかよくわかんないですけど、確率論と力学というのは一般には異なる学問体系に属すると。で、したがって、2つの科目に対する、学生の方々の、思考や興味、持たないというのは、同一ではないだろうと。で、したがって確率論の試験で成績は非常に優秀であっても、力学の成績でですね、非常に悲惨なことになるということだって当然あり得るだろうと。そういうようなものが、実際に起こっているとすれば、それは確率と、力学でそれぞれ良い成績を収めるという事象は独立であるというふうに考えても良いということになります。これがごく普通の、状況だろうと思います。で、例の2はですね、もし私が、この、春 AB の、モジュールの期末試験の 確率論の期末試験をですね、全て力学の問題で作ります、力学の文脈で作りますなんてことを言ったとすると、力学が大嫌いな人は偉いことだということになるわけです。で、あるいはですね、力学がすごく得意だという人はこれでも楽勝だということになるわけですね。ですから、例えばトゥインズの、成績を調べたときに、もし私が確率論まだ入力していないという状況の時に、もしも、力学が A というふうな成績がついていたら、確率論もこれはもうかなりいい成績が取れていると思っていいだろうというふうなことになると。これが、独立ではないケースの典型の例です。こんなことも普通はありませんが。これで大体確率と、力学がですね、独立であるとか独立でないとかいうのは、こういうふうなちょっと奇妙なエグザンプルですけど、それで考えていただければ、よろしいかと思います。それで実際にですね、この独立性という、概念がですね、ものすごく、確率論の中では大きな力を、持っています。で、現実には独立とは限らないところも実は独立として仮定しておくと非常に議論がきれいになると。ですから、紙と鉛筆だけで全部理論を構築できるっていうのは、独立性がある場合に限られてしまうというケースが、時々あります。で、皆さんにちょっと身近なところになるかもしれないところで少しエグザンプルをですね、お話をしておきますと、コンピューターシステムだとか原子力プラントだとか、そういう言葉も一応つけてますけども、我々の身近なところにあるシステムが全く故障しないでずっと動き続ける、ある一定期間、例えば1年だとか、10年、10年故障しないで動き続けるというのはあまりありませんけれども、ある一定の期間全く故障せずに動き続けることができる確率のことをリライアビリティという言葉で表現します。で、リライアビリティというのは普通はですね、信頼性というふうな言葉、あるいは信頼度というような言葉を使いますけども、正式には確率として定義したときは信頼度という言葉を使った方がよろしいのですけども、なんかの信頼度というよりは普通信頼性というふうに言ってる方が、日常的には馴染みがあるかもしれませんので、一応私はここでは信頼性という言葉を使っておきました。それで実際にそれどういうようなところで出てくるかというのは、例の3をちょっとご覧いただきたいと思います。
で、まあ、航空機、まあ、私の方はですね、研究分野でヒューマンマシンシステムをやったりしているので、ヒューマンコンピューターインタラクションの、まあ、典型的な例としては、航空機あるいは自動車などが出てきます。で、昔、まあ、今でもそうですが、航空機をいろいろと詳しく調べてたことがあったのですが、まあ、大型航空機 の例をとってお話をいたしますと、まあ、普通の航空機にはですね、複数のエンジンが搭載されてますね。で、今トリプルセブンだとか、787だと、2つのエンジンを積んでいます。で、かなり大きなエンジンですけども、で、昔の2つのエンジンといっても、例えばエアバス の320のエンジンに比べると、トリプルセブンのエンジンというのはかなり大きいというのはお分かりだろうと思います。ですから、まあ、実際にはですね、もうあまり姿を見ることができなくなりましたけど、いわゆるジャンボと言われている747の400ですね、747の400ってやってるやつで、あれが4つのエンジンを持った飛行機なので、ずいぶん大きい飛行機だというイメージがあるかもしれませんが、実はトリプルセブンの方が、機体としては大きい、そういうような状況になって、それがたった2つのエンジンで飛ばすことができる、これが現在の状況です。で、まあ、それら一体いくつのエンジンを積むのが、妥当なのかという議論は実はあるのですけれども、で、いずれにしましても、エンジンはですね、普通は故障するのは独立だというふうに、考えられるというのが、一般的な話です。で、そういうことがあるので、例えばですね、トリプルセブンでもよろしいんですが、ここに、まあ、主翼があって、まあ、これ上から見たところね、ここに大きなエンジンが2つ積まれていますと。で、飛行中にこれが止まってしまいましたと。で、今は片方止まっていてもそのまま飛行を続けることは可能です。で、それはどういうふうな、解釈をしているのかというと、これとこれは独立だと。で、これが故障したからといってこれが故障しやすくなるというわけではないと。あるいは、これが故障したからといって本来こちらの方にも故障するだろうと思われるような原因があるわけではないと。という意味で、これは故障してもこれは大丈夫と。だから一つのエンジンだけで、飛んでいきましょうと。という決断を、機長は下すことができます。で、もちろん、例えばですね、これからかなり遠いところまで、今はトリプルセブンでもですね、何年か前までは、成田を発つと、シカゴあたりまでしか、ダイレクトに行けなくて、一旦降りて、で、もう一回例えば東海岸の方に行くと、そういうこともやってた時期もありましたけれど、今はトリプルセブン2つのエンジンだけで東海岸まで飛んでいくことができます。で、ただし、もしも成田を飛び立って、間もない時に30分か1時間ぐらいした時に1つエンジン止まってしまったとしましょうと。そうするとさすがにその一つのエンジンで東海岸まで行くというのはやっぱりやりません。でも、もうほとんど東海岸の方に近づいている、あるいは、まあ、アメリカのアメリカ大陸のは大体かなり真ん中あたりまで来ている、西部とそれから東部の真ん中あたりまで来ているとなったら、それ全然問題ないはずです。で、これは今申し上げた通り、これとこれが独立だというような仮定があるので、いける。もしこれ独立でなかったというふうに考えていただければ、どういうことになるかの、想像できると思います。これが故障したとします。で、そうすると機長はですね、もしこれとこれが独立でなければどういうふうな判断をするのかというと、まもなくこちらも故障するだろうと。で、故障するという表示が出てしまうだろうと。ですから、それが出る前に何か手を打ってしまわなければならないということで、緊急着陸の場所を探すと。例えばそういうようなことをしないといけない。でも今それやってないというのは、まあ、独立だということで、議論しても構わないだという背景があります。ただし、飛行機のエンジンは、確かに基本は独立なんですけども、一挙に全部止まることは実はあります。稀ですけども、非常に稀なんですけどあります。で、それはですね、実際にいくつもケースがあるのですが、
一番衝撃的なのは、こういうことですかね。いわゆるボーイング747、ジャンボと言われているあの、でっかいやつですが、4つのエンジンがありました。 4つのエンジンを積んでいる飛行機があって、普通はこれ全部独立なんですね。ですからこれがダメでもまだ3つあるじゃないと、でさらにこれがダメでもまだ2つあるじゃないと、というので大丈夫なんですけども、実はある時にですね、これが止まって、これが止まって、で間もなくこれが止まって、でさらにこれが止まるということが起こりました。で、これはどうして起こったのかというと、火山灰を吸い込んでしまったと。ものすごく大きな火山がですね、噴火した時がありました。でその、火山灰がですね、上空高く上がって、それが流れていくわけですよ。でその中にこう突っ込んでいってしまったと、ということです。で当然火山灰はですね、灰というふうに言ってますけど、あれかなり細かく見るとザラザラなので、で結局コックピットの前にガラスで外が見えるように当然窓になってますよね。パイロットは前方が見えるようになってますけども、あそこがですね曇りガラスのようになってしまったと。要するに、ガラスがですね、こういうような窓ガラスがサンドペーパーで、擦られたような形になってしまって、全く外が、見えないようになってしまったと。まあ、それだけではなくて、このエンジンの中に火山灰が全部吸い込まれていきます。でこの火山灰の中にはですね、ガラス成分が入っていると。でガラスの成分が入っているとこの熱でですね、それ溶けるわけですよ。で熱が溶けて、それでガラスの状態になってエンジンに張り付いてしまう。でそれで結局エンジンが動かなくなるとというような状況が起こりました。で結局はですね、それはうまく帰還することができたのですけども、早めに止めたエンジンをうまく使って、もう一回再始動して、それで帰ってきたというような状況があります。で、これが、自然現象によるものですね。ですからこの4つのエンジンは必ずしも、なんていうんですかね、全部ダメになるというケースは決してないとは言えないんですね。でメカニカルには確かにこれとこれとこれとこれは独立だと思っても構わないけれども、外からの影響などで一挙にダメになるということはあり得ると。で外の影響、今のように火山灰、これは結局我々はどういうふうに表現しているかというと、共通原因、これが共通原因となして、全てのものを、機能喪失に陥らせる、そういった類の故障、だから共通原因故障、そういう言い方をしています。でこれはですね、実は全く考えられていないわけではないのですけども、これを考えようとすると結構面倒くさくなるので、多くの人は、あまり考えないことにしましょうと言って都合よく、解釈するという人たちも中には出てくるという話です。でこれが今お話ししたのが、例の4です。でさらにですね、例の5の、に書いてあるのは、これは実は人間が、当然作業をしますね。飛行機が、フライトから帰ってきて着陸したらですね、直ちに整備の人が何かその前のフライトで前の、空港から今の空港に来るまでの間に何かトラブルはなかったのかと。でそれをもしトラブルがあったらそれを直そうとしますし、トラブルがなくてもですね、いろいろと部品を交換したりというようなことも時々やったりします。でその中で整備をするという作業がかえってトラブルを引き起こしてしまうということがないわけではない。でその整備の手順ですね、例えばエンジンのある一定の失礼ある適当な部分を外して、でまたそれ元に戻そうとするときに手順を間違えてしまうということがありました。でその人が、メンテナンスをしたのはみんな間違った手順で、直されてしまった。
で皆さんオーリングって分かります？オーリングというのはなんかの潤滑油が、例えばエンジンの中では非常に重要な役割を果たしますね。油がなくなってしまうとそれエンジンの、焼き付きが起こってしまう。ですから潤滑油っていうのは必ず、一定量保たれていなければならない。ところがその潤滑油がですね外に漏れるようになってしまったと。それはうまくスイールしないといけないようなデバイスがあるんですけど、その取り付け方を間違ってしまったと。でそれで中の潤滑油が漏れる外に染み出すというんでしょうかね、漏れるような形になってしまいましたと。でそういうことである特定の人がある特定の日に整備したものは全部ダメになってしまうということが起こりました。ですから一つの機体をエンジンを一人の人が全部担当したものはそのエンジンが全部ダメになってしまう、こういうようなことで、トラブルが起こってしまったというのもあります。まあ、これは明らかにヒューマンエラーが、引き起こしたトラブルというようなことで、考えられてはいますけども、そういうところでもやっぱり実は独立性というのは失われることがあると、そういう話はちょっと余談として、聞いておいていただければよろしいと思います。それで、さてまた本論の方に戻りますが、19ページの、問いの1、今日すでに、先ほどの5時間目に、使った例なんですが、もう一回思い出していただきますと、2つの正しく作られたサイコロを投げますと。でその、サイコロはお互いに区別ができますと。でそれぞれの目を D の1、D の2というふうにしますと。それで、目の和が6になるという事象を、E と。それで一つ目の、サイコロに4という目が出るという事象を F というふうにしますと。その時に E と F は独立かというのを、ここで調べてくださいという話です。それでこれは簡単な独立かどうかというのをですね、調べるというのは何に基づいて調べていただければよいかというのを当然、こちらの定義に当てはめて考えていただければよいというわけです。ですからその独立かどうかの調べ方を一つだけ説明をしておきたいと。それで今お話をした問いの1ですね、E というのは足して2つを足せば6になるというものでしたし、これは E の F というのは1つ目が4という、でこれで E と F は独立かというふうに聞いています。でこれを聞いているということは、この皆さんどれを使いたいですかということに、よるんですけども、例えばこれを使ってみましょうか。同じことですけど E と F は独立かって聞いているということは E かつ F というのが このこれが成り立ちますかということだというふうに考えていただければよろしいわけです。それで実際にやってみましょう。 E が起こる確率、2つの目を足せば6になる確率というのはさっきやりましたよね、36分の5でした。つまり1と5、2と4、3と3で4と2、5と1、この5通りしかない。それが36通りある中で、その5通りのどれかが起こるわけですが、36分の5という確率で E が起こる。で一方 F というのは D の1が4だということは、結局その D の1というのは実際にはですね6通りの目が出る中でそれで4が出てるわけですから、結局これは6分の1であるというようなことで、もちろんよろしいわけですよね。でそうしますと
あとどうなるかですが、 E と F の共通部分というのはどういう事象を表しているのかというと、これはこれであってかつこれですよね。でそうしますと D の1が4であってかつ D の2が2であるとということを意味しています。でこのことから E と F が同時に起こる確率はいくらかというと、これ一通りしかないわけです。36通りのうちのこの一通りしかないわけなので、36分の1だということがわかると。でそうしますと、このことより E と F が同時に起こる確率というものはE の確率と F の確率の積とは一致しないということになります。もしこれは、36分の6だったら一致するんですけど、そうじゃなにはなってないので、これは一致、等式は成り立たない。したがって E と F は独立ではないと、こういう結論になります。こういうことですね。まあこんなやり方を使っていただければ大丈夫です。それでもしもですね、こちらの方が好きだというような人がおられたら、まあそれはそれでよろしいんですが、これ例えば別解としてE と F は独立かっていうのをですね。これを調べようというふうな人がおられたとします。でその人は例えばこういうふうにされればよろしいでしょうと、この条件付き確率を計算するんですが、この条件付き確率を見たときは、やはり、基本はこれですと。でそうすると基本的には向こうと全く同じです。 F が、起こる確率というのは6分の1ですね。で E と F が同時に起こる確率というのは36分の5でしたね。でそうするとこれが、まあいいか。でこれが、E の起こる確率、E の起こる確率36分の5ですね。これと一致するのかというと、違いますよね。ですからまあこれで証明ができるというふうにしていただいてももちろん構いませんと。さてそれでその次はですね、あと問いの2っていうのを、ちょっとご説明しておきます。でこれもそんなに難しくはないのですけれども、まあ、全確率の公式の、応用というところもあって、これを出しています。箱の中に5つの白いボールと、3つの赤いボールが入っています。で、各々のボールは等確率で取り出されるものとします。で、そこで事象としてはですね、 E の1として、まあ、2個のボールを引き続いて取り出すときに最初のボールが白が出るというのを E の1とします。で、E の2は2つ目のボールが白であるというような事象であるとします。で、この時にE の1と E の2は独立かということなのですが、これは当然皆さんご承知の通り、ボールはですね2回取り出すということは復元抽出を考えているのか非復元抽出を考えているのか、これどっちなんだということを明確にしておかないと話がややこしくなりますね。それで一つ目は非復元抽出、ですから1個取り出したらそれはそのままにしておいて残りのボールをまた2回目に引くときはピックアップ、1つをピックアップするという形です。
それで、1個を取り出した時の状況ですから、 E の2を考える時にはそれを考え、これが効いてくるわけですね。で、今 E の1を考えましょうと。で、 E の1は最初が白だということなのですが、全体でですね、5つ白いボール、これ書いておきます。5つ白いボールで、3つが赤、まあ、こういう状況です。で、この時に、白のボールが出る確率というと、全部で8個入ってる袋から、こう取り出すわけですね。で、8個の中で白が、5個ありますので、8分の5、これが E の1の確率になります。これはよろしいよね。で、その次の E の2です。これは2つ目に取り出すものが白である、確かそうでしたよね、はい、そうですね。で、2つ目に取り出すものが白なんですけども、非復元抽出なので、1つ目に取り出されたのがどの色なのかということによって、2つ目の白の出方が変わってくる。で、これはこういうふうに考えたらよろしいですね。2つ目が白なのですが、1つ目が白で、実際にその1つ目が白というのが出てくる可能性というのを考えておけば、1つ目が白であって、2つ目を引いた時にやっぱり白だったというのが出てきます。で、このケースとこの2つ目が白なのですが、1つ目は赤であると。で、1つ目は赤であると。これが、大きく場合分けとして、出てくるというのはお分かりですね。実際にここでやったのが全確率の公式になっています。これご覧いただきますと、E の1というのが、1つ目が白ですね。そうすると場合分けというのは、 E の1のコンプリメント、これ1つ目は赤という形になります。で、そうすると E の1と E の2で、あ、失礼、 E の1と E の1のコンプリメントで、全てのケースは覆い尽くされますし、で、 E の1と E の1のコンプリメントは当然、空集は共通部分はないと。ですから場合分けがきれいにできていると。で、そういう意味で一つ目がこれ全体を考えたときに、ここに一つ目が白が出る場合と、それから一つ目が赤が出る場合にちょうど分かれていて、それでここに二つ目が、E の2ですね、二つ目が白になる確率を求めてくださいというものですから、まさにこれは全確率の公式そのまま、書いているということになります。よろしいね、大丈夫ですね。で、そうすると、1つ目が白である確率、これを計算していきましょうか。で、ちょっとここからこちらの方に飛んでいきますけども、まずですね、1つ目が白である確率というのはちょうど8分の5というのは、出てますね。最初は、8個ある中で、引いていけばよろしいわけですね。で、ここに8分の5というのが出てきます。で、その状態で1つはもう白は取られてしまったと、7個になってるわけですが、7個ですね、この状態になっています。この状態で2つ目が白を選ばないといけない。ですから結局7個の中から、4つの白のうちのどれかを取らないといけないので、全体が7で、その中で、この7分の4というのが2つ目が白が出てくる状態、これが非復元抽出の場合の話で、その次この後ろの後半の部分に対しては1つ目が赤が出てくる、これは8分の3で、その状態は結局こういう状態ですね。この状態の中で、2つ目を白、引いてくださいということですから、
全体7個あるんですけど、白はまだ5つあります。ですから白が出てくる可能性は7分の5と、こういうことになりますね。でまたこういうの計算はですね、今ここでやったら絶対間違うので、私がやってきたのがあるのですが、合ってるよね。8分の5というのが、答えということになります。でそうしますと、ですね、これで E の1の確率と E の2の確率はそれぞれ出てきました。でさらに今度は、この E の1と E の2の共通部分が出てくる確率というのを、考えないといけませんが、これは1つ目が白であって、さらに2つ目も白であるということになりますので、結局はこの部分ですね、1つ目が白であって2つ目も白である。ですから7分の4かける8分の5という形になります。でそうすると今調べようとしているのは E の1と E の2の共通部分に対する確率と、それからこれが、等しいかということなんですが、この、左辺、レフトハンドサイドこれ知ってますよね。レフトハンドサイド、左辺という意味で、これは、7分の4かける8分の5であると。で右辺、このライトハンドサイド、RHS で、これは、どこだ、8分の5か、8分の5で、こちらの方は、8分の5ですね。だからこれ一致しないと。でしたがって、E の1と E の2は独立ではないと。まあこういうようなことが、できます。これも、よろしいでしょうね。でそうすると、例えば、復元抽出だったらどうなるのか、これも大体直感でお分かりでしょう。復元ですから、例えば1回目白が出てもまたそのボールを戻します。であるいは赤が出てもまた戻します。ですから2回目引くときと1回目引くときは全く同じ状況になってるわけですね。ボールが減っていないということはない。ですから何回引いても同じ状況なので、この1回目の結果、2回目の結果、あるいはこのこれとこれの結果、全部これで出てきたのは単に1回目の8分の5と2回目の8分の5、2回目も8分の5になりますからね。でそれと単にこれは、8分の5かける8分の5という状況になってしまうというのは、まあ、お分かりでしょうと、まあ、そういうふうにして、お考えいただければ、十分よろしいかと思います。よろしいでしょうか。まあ、これが、今日お話をしようとしていた独立性の話です。で実はですね、問いの3もちょっと証明をどれか一つやってみようかなと思ったんですけど、ちょっと、時間が、来てしまいそうですね。ですから、まあ、これは、お話、まあ、もしも自分でやってみようという心がけが旺盛な人のために、事象 A と B が独立であるというときに A のコンプリメントと B も独立であるということを証明せよ。 A と B が独立ならば、 A と B が独立だったら A は起こらないということと B も独立であると、これを証明せよというお話です。で指針は、お分かりですね。前提と、まあ、仮定として使えるのは、A と B の確率、これが PA と PB が成り立つとき、この A のコンプリメントと B というのがこれを満たすかと。
ということなんですが、成立するということを、証明していただきたい。まあ、だから、これもにしようかな。これも成立すると。これを証明するということを示すということですね。ですから、こちらの式は遠慮なく使っていただいて結構だと。で、あとはこれをですね、変形していくとどうなるのか、あるいはこっちを変形していくとどうなるのかというのを考えていただく必要があると。で、まあ、これ来週にでも簡単にまたご説明すると思いますが、ちょっと自分でも考えてみていただければよろしいと思います。今日はこれぐらいにいたしますが、よろしいでしょうか。じゃあ終わりましょう。質問があったら後で来てください。